こんにちは、デリッシュキッチンです。コクうま冷やし混ぜ麺のご紹介です。サラダチキン1/2個は手でほぐしておきます。高菜漬け 20g はみじん切りにしましょう。鍋にお湯を沸かし、卵1個を入れ5分30秒茹でます。冷水にとって殻を剥きましょう。鍋にお湯を沸かし、チンゲンサイ1/8袋を1分茹でます。水にさらして水気を絞りましょう。札幌一番醤油味1袋を用意し、同じ鍋に入れ4分茹でます。冷水で洗います。夏は冷やして札幌一番。麺は水気を切っておきましょう。ボウルに添付のスープと特製スパイス、砂糖小さじ1、オイスターソース小さじ1、ごま油大さじ1、水大さじ3を入れて混ぜ合わせ、サラダチキンを加えて混ぜましょう。器に麺を持って具材をのせ、白髪ネギ適量をのせます。やってみて。冷やし札幌一番、残ったタレをかけたら完成です。ぜひお試しください。